はい、皆さんどうも DT タイムズようこそ。今日も日暮れ頑張りたいと思います。はい、やってきました。ですね、皆さん、ご存知の通りこの画角で撮ってるということは、iPhone の撮影でございます。なんか猫まむしがね、さっきからずっと鳴いておりますが、猫まむし、どうしたん、どうしたん、久々の猫まむし登場でございます。なんでそんな泣いてるん、今日どうしたん、寂しい、みんないないけど、ということで本日なんですけど、なんとですね、この iPhone 撮影生活になんと終止符を打ちました。はい、ということでですね、カメラの北村松江店さんにお邪魔いたしまして、はい、カメラのことをいろいろ聞いてですね、いろいろ吟味した結果ですね、 DT なんと新しいカメラを購入しました。はい、X の方でね、相談に乗ってくださった皆さんもありがとうございます。今回もですね、 DT の、収益の方だったりね、あのバスケット以外の収入の方でですね、購入させていただきました。それじゃあ紹介していきたいと思います。この紹介が終わるまでは iPhone でね、撮っていきたいと思いますので、それではよろしくお願いします。はい、それでは早速ですね、紹介をしていきたいと思います。まあ、夜っていうこともありね、オフシーズンっていうこともあり、ちょっとマッカランをね、はい、マッカランを飲みながらね、ちょっとお酒飲みながらやっていこうかなと思ってます。嘘です、午後の紅茶です。はい、ということで早速購入したものを紹介していきましょう。今回はね、まず一発目にビビるものを皆さんにお見せしたいと思いますので、いやー、これはいくよ。早速一発目買ってきたのはこちら、じゃーん、はい、強力乾燥剤。はい、今回ね、乾燥剤の方も買ってきました。そしてこちらドライバックスね、これも必要になってくるらしいんですよ。カメラの北村さんに丁寧に教えていただきました。見て、ほら、丁寧に教えてもらったんやけどね、乾燥剤がね、中にも入ってた、買う必要なかったけど、今回ね、ちゃんとね、まあそれなりに高いものを購入したので、大事に使いたいなという意思表示でございます。だからね、この乾燥剤を使って、まあ、ここにこういう風に乾燥剤を入れるものがあるので、乾燥剤を入れてですね、でこの上の蓋のところにこうやってつけて置いとけば OK ということで、こちらのこういうグッズをですね、北村さんに購入させていただきましたっていう、違う、本題に入ります。本題は今回購入したのはこちら、じゃん、ソニーのですね、ZV-E10 です。イエーイ、ZV-E10、 こちらのカメラなんですけど、 DT がですね、前回使っていたカメラのですね、バージョンアップバージョンになります。はい、こちらの方を開封していきたいと思います。実はですね、すでに、これは開封済みでございます。開封済み、なんで開封済みなのかと言いますと、まあこちらの動画見てもらえば分かるようにですね、購入した際にですね、コーティングで、ガラスコーティングであったりとか、レンズのね、カバー、液晶のカバーすべて、はい、店員さんにお願いしてやっていただきました。なんせカメラには時期疎いので、本当に撮影できれば OK、 いろんな機能を使いこなせるかなっていう不安はあるんですけど、あ、これはあれですね、あの風の入らないマイク、ふわふわマイク、猫にやられんようにされて、で今回こっちやね、本体も見ていきたいと思います。せーの、じゃーん、じゃじゃーん、かっこいい、見て、レンズカバーとかあるんですよ。前回のやつになかったね、これ。レンズカバーで、レンズの方にも、コーティング、レンズの方も、カバーを貼ってもらったり、コーティングの方もですね、してありますので、このレンズはですね、取り外しが可能だし、広角とかもこっちで、ね、操作したりできるみたいです。さあ、これはまずどっち向きに、こう向きだね、右
入れて閉める開ける、そしてこっちのオンをつければいいかな。つかない。すごい、なんかいろいろボタンがあるけど、やべえぞ。早速説明書の出番だ。2000 years later。充電ランプ光っとこう。とりあえずこれで充電の仕方マスターしましたよ、BT。ということで、充電してる最中にですね、こちらを開封したいと思います。まだもう一個ある。なんで今回、テレレレテレーン望遠レンズ。ちょっと旧ドラえもんの方で行かしてもらいましたが、今回なんと DT ですね、望遠レンズの方も購入しました。いやいやいや、まあセット売りの方がすごい安かったっていうのがある。レンズをこうやってほらこうやって剥がせる。でここもこうやって剥がして取り付けできる、こうやってこうやってこうやってほらここでこう調整するんや、なんぼって。俺もプロカメラマンみたいになったままでいいのやらしい。どうしよう、これでますますいいもんが撮れるようになりますね。はい、こちらの方も、レンズの方カバーをお店の方で開けてつけてもらって、でコーティングもガラスコーティングの方もしてもらいましたので、まああの大丈夫だと思います。こちらのレンズの方もですね、こっちの方に入れるようにして、使わない時はね、ちゃんと保管できるようにしていきたいなと思っております。使わない時はちゃんと保管する、使う時は思いっきり使う、大事にね使わせてもらいます。そしてこんな感じにして、こうやって蓋をレンズの中入ってる中にこうやって蓋をしてね、レンズと一緒に保管したらいいですよと言われました。前回のカメラは DT そんなこと一切したことありませんので少しびっくりしております。そういうことしなきゃいけなかったんだっていう、そして、カメラの北村さんのですね5年保証の方に DT 入らさせていただいたので、前回のカメラは4年で壊れちゃったんですけど、まあ4年で壊れちゃったんですけど、今回ね、5年以内であればカメラの北村さんに持っていけばですね、はい、修理していただけるということで、ありがとうございます、はい、ということで充電の方少し待ってみましょう、次再開するときはですねカメラ起動してみて、そのカメラでですね実際撮ってみたいと思います。はい、早速ですが、充電が完成したのでですね、完了、まあ完璧に充電全部詰まったわけじゃないんですけど、早速撮っていきたいと思います。こうやって開けます。で前回のやつはねこれ開ける時点でウィーンって出てきてたんですけど、今回多分こっちにオンオフのやつがあって、こちらの方をですねポチッとオンにするとですね、出た見た今のが出てきます。はい、で、こちらの方でも撮影が開始できるんですけど、すごいですねこれ、画面見たら分かるように見えるかな、ここに残り 8% って出てるんですね。で残り 8% っていうので残り何パーセントかっていうのも分かりますし、すごいいい感じになってますね。まあ、写真の性能とかはね、カメラの望遠レンズを使ったりとかね、そういうのに関しては、また別の動画で実際にこれを持ってですね外に出かけてみて写真撮影だったり動画撮影をして試してみようと思います。久々のロケ動画やろうと思うので、でまあニコマムシだったりね、イノアラシだったりも、撮っていこうと思うので、ぜひですねこの DT のニューカメラですね、はい、ニューカメラの方をですねしっかりと使っていくので、これからも DT のねチャンネル登録の方、いいねボタンの方よろしくお願いします。ちなみになんですが、充電してる間に、待ってる間にですね、あのボックスをデコってみました。じゃん、側面は、DT タイムズ、1キラキラシールですね、第2弾の方の DT を貼らせていただいて、で上の方はですね
過去に出した、ココナッツ娘、ワンのね、ココナッツ娘、通称本庄さんと呼ばれてますが、だったり、まあ、NBA のね、ロゴのシールを貼ったり、こちらも第1弾の方のね、キレキレシールの通常サイズ、ビッグサイズじゃない方、猫が暴れておりますが、気にしないようにやっていきまして、こちらの方をね、貼らせていただいたりと。そしてですね、こちら、しっかりと、DT のカメラ撮影保管セットになっております。ちょっとね、この、望遠レンズだったりも入れるか、入れれるような何かをですね今後購入していった方がいいかなと思うんですけど、まあ、使わないときはこうやってしまって置いておきましょうということにございます。はい、ということでですね、こちらの性能だったりはね、後日練習終わった後にですねカメラを持ったまま出かけて何か撮影していきたいと思うので、それをの動画の方も楽しみにしてください。それでは、今日はこの辺にしておきましょう。危ない。 See you next time. バイバーイ。